とんことり。かなえは山の見える町に引っ越してきました。どの部屋も段ボールの箱でいっぱいになりました。お父さんとお母さんは早速荷物の整理を始めました。かなえも手伝いましたが、そのうちに疲れて空いている場所にペタッと座りました。その時、トンコトリ、玄関の方で小さな小さな音がしました。郵便屋さんの音がした。気のせいでしょ。お母さんは手を休めません。まだ誰にもここの住所を教えていないからね。お父さんも言いました。でも郵便屋さんの音がした。かなえは玄関に行きました。でも郵便は何も届いていませんでした。ただ郵便受けの下にすみれの花束が落ちていました。かなえは玄関のドアを開けました。庭の向こうは知らない通りで、知らない人が歩いているだけでした。次の日、お父さんが会社に出かけていきました。お母さんは荷物の整理を続けます。昨日のスミレ、誰が届けてくれたのかしら。かなえが言いました。さあ、誰かしらね。お母さんは忙しく動き回るばかりです。トンコトリ、また小さな音が聞こえました。郵便屋さんだ。かなえは玄関に走りました。でも郵便受けには郵便の代わりにタンポポが3本挟んでありました。そのタンポポをそっと取って、かなえはドアを開けました。表の通りにはやはり知らない人が歩いているだけでした。かなえはお母さんと初めて町に買い物に出ました。知らない町、知らない家、知らない子たち、何もかもかなえの知らないものばかり。かなえもすぐにこの町が好きになるわよ。遠くの山を見てお母さんが言いました。昨日のタンポポ、私に来たのかしら。誰が届けてくれたのかしら。かなえはそのことばかり考えていました。次の日もお母さんは忙しそうでした。かなえは一人で絵を描いて遊びました。友達がいなくてつまらない。かなえがつぶやいた時、トンコトリ、またあの音が聞こえました。飛んで行ってみると、郵便受けには郵便が届いていました。封筒には何も書いてありません。中の手紙は大きな字でたった3行でした。友達はいいです。とても嬉しいです。待っています。かなえは何度も何度もその手紙を読み返しました。これは私に来た手紙よ。絶対そうに決まってる。かなえはお母さんと新しく通う幼稚園を見に行きました。庭では子供たちが遊んでいました。話し声や笑い声が
賑やかでした。あの手紙をくれた子がどこかにいるといいなと思いながら、かなえは知らない子たちを一人一人見ていました。すみれ、たんぽぽ、手紙。すみれ、たんぽぽ、手紙。かなえは一人でおはじきをしながらつぶやきました。ふっと、かなえがため息をついたとき、とんことり、またあの音が聞こえました。待って待って待ってよ。かなえは大きな声で叫んで玄関に飛び出しました。かなえは郵便受けから覗いている折り紙の人形をわしづかみにして、ガチャリと玄関のドアを開けました。知らない女の子が門から出て行こうとしているのが見えました。待って。女の子がゆっくり振り向きました。かなえは女の子のそばまで近づいていきました。あの、すみれ、私に。女の子がうなずきました。たんぽぽも。女の子がうなずきました。じゃあ手紙も、みんな私に。女の子がうなずきました。かなえは少ししわになった折り紙の人形を丁寧にさすりました。女の子はもじもじしてかなえを見つめ、それからとても小さな声で言いました。遊びに行こう。かなえはうなずいてニコッと笑いました。